富山フーズ、秋田十文字中華そば、のフライ麺に液体スープ、チャーシュー、メンマ、ネギ、白胡椒がついています。麺は細めの角断面で輪郭ははっきりしています。ちぎれがあり、スープが絡みやすいです。無着色なのでやや灰色がかっており、わずかな透明感もあります。食感は一昔前ののフライ麺のようです。スープは濃い色で澄んだ透明感があります。煮干しの香りが強く、昆布の出汁もよく出ています。反面、畜肉系の旨味は控えめで、基本は魚介系の醤油味です。白胡椒の刺激がアクセントになっています。チャーシューは薄いものの、噛むと肉の味がにじみ出て存在感が高いです。メンマは繊維質でやや固めです。値段はかなり高いですが、光る個性を持っています。観光土産としていいでしょう。